現場周辺では昨日も海上保安部などが水中カメラによる捜索を続けました。客室のドアが開いていることが確認された船体後方からの調査を試みています。しかし水の流れが速いことや視界が悪いため行方不明者の確認はできていません。一方、カズワンに乗船していた鈴木智也さんの葬儀が昨夜帯広市内で行われました。本当つらかったです。一日も早く帰ってきてほしい。本当に残念で、まだこれからの若い人生を奪われると思うと言葉にならないです。